ブイヤベース風磯鍋です。久しぶりの海の幸なので腕を振るったつもりでしたが、塩が効きすぎましたか？いや、ちょっと口の中の傷に染みただけだ。いけるぜ、こりゃ。しかしなんだな、その頭。もはや黒い剣士って感じじゃねえよな。ちょびっと白い剣士。ほぼ黒い剣士。勝手に言ってろ。で、結局どういうとこなんだ、おめえの国ってのは。あえて猛サバ、エルフヘルム、そこは遥か西の海に浮かぶユートピア。花は咲き乱れまくり、鳥は歌いまくり、エルフは踊りまくる、以下同文。エルフヘル、ヘルちゃう、エルフヘルム。おめえみてえのがうじゃうじゃいいんだろ、エルフヘル。私聞いたことあります、お師匠様から。西の海にある伝説の島で、名前はスケリグ島。レージュの森と同じ狭間に属しているので、海図にも載っておらず、普通の人間にはたどり着くことはできないのだとか。その島ではエルフたちと一緒に多くの魔術師が暮らしているそうです。私も一度この目で見てみたいと思っていました。どうしました？霧に紛れて何か来る。いつもの資料さんたちでしょうか。語符は完璧です。そんなことはありえないはず。このオドは資料よりもレージュの館を襲った怪物たちに近いです。確かにこの感じは使徒。来ます。このバカでっけえトカゲはドラゴン？違います、これはワニ、異国の動物です。動物に霊を宿らせて作り出した魔導生命体、使い魔よ。誰かが操ってるに違いないわ。小屋を守る陣を張ります。少しの間、時間を稼いでください。今夜は満月、魔術の力が最も発揮されます。ここが聖地でなくても陣を張れるのです。敵が来てるわよ。ここは手分けして集めましょう。
菌すぐ排除して。何もできねえのか俺は。炎症に集中できない。術者を探します。いました、海辺の岩陰です。
奴は実践をやってくれ。使い魔は肉体を持った存在なので防壁の効力には限界があります。気をつけて。中は暗いな。迷子にならねえよ。気をつけろって。守られています。先に洞窟の中の術者を倒してしまいましょう。いるのかよ。オーグルよ買っていけぞ。流体だけならばともかく、私の防壁ではあんな巨大な物体は止められません。くそ、このままじゃ押し切られる。ダメ、いけない。それ以上戦っては。やべえ、このままじゃ。ではまた傷が。私は引き戻します。激強。人間離れしてな。けどえげつねえ戦いっぷりだな。強戦士と呼ばれる者は味方にとっても恐怖の対象だったそうです。近くにあるものは全て敵味方問わず切り伏せたからだと伝えられています。まさかガッツがそれだって言うんじゃ。倒しましたけれど、こちらのことが分かってない。来る、皆さん下がって。おい、まだかよシールケ。ガッツさん、ガッツさん。光、水面。
奴、正気か？ざまあね。結局あいつの言った通りかよ。そうやって自分の中だけでまとまっていると、ひねた大人になっちゃいます。でしょ？そう、だったな。そうだぜ。なんだか知んねえけど、こいつの魔法がありゃ正気に戻れんだろ。だったらいいじゃん。あなたはことの重大さが分かっているのですか？一歩間違えばガッツさんの命に関わる。んなのいつものことじゃんよ。やばい目にあったかもしんねえけど、俺らが生きてんもその甲冑のおかげだろ。私もそう思います。今はできたことに純粋に喜ぶべきです。危ないのは承知の上ですし、こうして全員生き残れたのですから。たく、女子供に寄ってたがって慰められちまうとは立つねえな。ま、今回はそういうことにしておくか。あとほんのわずかで俺は。さて、追っ始めるか。だけなら脅威ではありませんが、援護に回ってください。
私に力を貸してください。うまくいったようですね。
り切れたようだな。すげえ、まるで兵隊の国だぜ。まるで法王朝強権の軍隊の見本市ですね。どうした？いえ、別に。ただ野蛮だなと。この物騒なきな臭さ、体に馴染む古巣の匂い。な、どこの軍隊がいっちゃん強えんだ？そうですね、装備を見ればチューダーなのでしょうが、動員できる兵隊の数も見なければなりません。それに団長の素質が問われますね。頼りになりそうか、兵を惜しんでくれそうか。要は強くって人に慕われるカリスマ団長ならいいんだ。男なら己の腕一本で成り上がるもんよ。そうそう、一人いました、カリスマ。グリフィス卿、率いた傭兵団は鷹の団。百年戦争において無敗を誇り、戦乱を終結に導いた伝説の傭兵団の団長です。もう、それなら俺も知ってぜ、男の常識。そのグリフィスってのもすげえけどよ、鷹の団のなんとかっつう切り込み隊長がアホみてえにどつええのよ。なんせ一人で100人から1000人からぶった切っちまったんだからよ。しかし皮肉なことに、そのグリフィス卿と国王との確執がミッドランドが今日に至る運命の原因だとも言われています。大乱が始まろうとしていた。やがて街を包み込むだろう恐怖の霧は海より迫っていた。かあ、ダメだダメだ、話になんねえ。町中の船主に当たってみましたが、すべて軍用として徴収されていて、どこも話す間もなく追い返されました。見通しが甘かったか。港にさえ着きゃなんとかなると思ってたが、どうやら今までの出たとこ勝負の旅とは勝手が違うみてえだな。あの、私に任せていただけませんか？え？なんだよファル姉ちゃん、当てでもあんのか？まさか、ファルネーゼ様。ちょっと出かけてきます。セルピコ。